中のみんなには内緒だよ。今日は貸し切りなの。仲良しのメイクさんに頼んで特別に押さえてもらっちゃった。買うのは2件服。トーク番組用の衣装で普段も着られるのがいいな。トップアイドルミキとそのプロデューサーでどっちがミキをうまくコーディネートできるかのセンス勝負なの。なんか大物プロデューサーって感じ。ミキ負けないよ。じゃあスタート。いいものたくさん見つかっちゃった。まずはミキが持ってきた服、ほら見て見て。今日のテーマはゆるかわコーデなの。ピンポイントにパーツ買ったのとか、ふわふわのアームカバーとか。なにこれ、こんなトラットみたいなのミキ着ないよね。似合いそう。もう誰もミキのセンスにはついてこられないって思ったけど、プロデューサーだけは別だよね。ねえ、プロデューサーは何を考えて今日の服を選んだの？センスの秘密教えて。それがテーマなんだね。なんか悔しいけど嬉しいな。ミキも気づかないミキをちゃんと見てくれてて、だからここまで来られたんだね。あー楽しかった。結局選んだもの全部買っちゃったね。トップアイドルのアニバーサリー、ずっと忘れないよ。また二人でこっそりデートしようね。別に違うって思ってもいいよ。ミキ気にしないし、初デートするならこの日ってずっと思ってたの。